わあ、すごい。いいですね。うわあ、いい匂い。さあ今日野川さん、はいはい、新潟伊勢丹に我々来てますけれども、うん、はいはいはい、今日のお目当ては何ですか。そうですね、今日はですねアルビレックス新潟のオフィシャルクラブパートナー新潟伊勢丹さんにやってきましたけれども、うんうんはいうん、これみんな絶対やっといた方がいいっていうイベントをやりに来ました、うん、すごい自然に立ち位置立ちましたけどじゃん、ファッションタイプ診断というものがあります、ほうほう、なんすかこれファッションタイプ診断って。かっこよくなっちゃうよっていう診断なんですけど、詳しくは、はい、行きましょうか。いや結局野沢さんもあんま知らないんです、ね、野沢さんもわかんないです、ね、渡辺さんお願いします。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美しい方だ。お似合いになるお色がわかるパーソナルカラー診断と、うん、お似合いになるお洋服の形や素材、スタイルアップのポイントがわかる骨格スタイル分析を行っています。とっても素敵に変身していただけますので、うんはい、ぜひ野沢さん今日はよろしくお願いします。さらに、はい、さらに、ね、今日は普段着ですね。いやこれ普段着。山崎職員さんには申し訳ないんですけど、普段着だから今日何とも言えない。普段着。何とも言えない普段着です。伊勢丹にいないのよこの格好の人。普段からちょっとアルビアを貸さないっていうね。いや素敵な T シャツですけどね、はい、さらに素敵になるということ。そうですね。あなるほど、はい、野沢さんの普段のお洋服だったり、うんコーディネートをお聞かせいただいて、うん、そこからカラー診断と骨格診断をさせていただいて、うん、お似合いになるものを、実際に店内の、商品をご紹介させていただいて、うんはい、ご試着いただければと思います。うわー、なるほど、はい、すぐもう試着できますもんね、はい、じゃあ今日似合うやつを自腹で購入してもらえます。すごい。一体何万円になるのか、はい、決めてくれると思うんで、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なるべく高めにお願いします。普段もジーパン、はい、T シャツとか、はいはいはい、もうほんとシンプルなスウェットとか、はい、そんな感じです。スポーティーな感じが多いですかね。そうですね、はい、色物は全然こう何か着られたりすることはないですか。まあちょっと試合に行くときにオレンジ、オレンジ、そうですよね。試合の服は色物っていいんじゃないか。お似合いになるお色が分かるとお買い物もしやすくなりますし、うん、普段のコーディネートの幅が広がりますので、今日はぜひお似合いになるお色を知っていただいて。何色が似合うと思う。そもそも人によって似合う色が違うんですよ。そうなんですよ。好きな色だけ着てたらいいっていうわけじゃなくて、そうなんですよ。そこでお似合いになるお色をお召しにいただくと、うん、とってもこう素敵に健康的に若々しく見えますので、ぜひそんなお色を今日は知っていただいて、はい、チョイスしていただければ。今日はこの4つのカラーグループから、1つ絞っていくようなカラー診断になります、はいはい、左側のウォームと書かれているディライトとハーベストのグループですね、はい、こちらは黄色を基調としたお色になっています、うん、最近こうイエベとかブルベとか、うん、で女性の間ではすごく飛び交ってるワードなんですけれども、こちらが全然帰ってこないのよもう。あそっちイエベです。ありがとうございます。実際にカラードレートをこう当てていくような形になるんですけれども、うん、お顔色の変化がすごく出るので、うん、やっぱり血色よく見える色っていうものを見つけていきます。このディライトっていうグループは季節に言われると春になるんですけれども、はいまあ、今時期結構お洋服でもたくさん出てるお色なんですが、うんまあ、明るくて鮮やかなお色のグループになります、うん、はい。でその下のハーベストっていうのがこちら季節でいうと秋になります。はい、ディライトよりももっと黄みが深く入っている、はい、濃いお色になっています。で右上のソフィスティケートがこちら夏になります。なんか夏ってこう赤とかそういうイメージだったんですけど、ね、違うんですね。そうなんです、少し涼やかな印象の、はい、色になっています。うわ俺今までじゃあ暑がられてたな。全然暑がられて夏に真逆の色着てたな。そういうのもでもあるんですか。そうなんです、うん、そうなんです。で最後 P のパーマネントです。こちらが冬になります、はい、見ていただくとこう原色のはっきりとしたお色になってるんですけれども、うん、一番こう濃くて鮮やかなお色のグループになっています。今のところでも好きな色どの辺ですか。僕好きな色ここです。あー、サマー、サマー、パッパッと見ここが一番気になりました、はいはいはい、やっぱりお洋服でもここのお色ってたくさん作られてるので、うん、皆さんこう親しみのあるお色だと思うんですけれども、なるほどね、はい、今日はじゃあどこかのグループで、はい、
気になる。お似合うところがあると思うので、うん、ちょっとじゃあやってもらいましょう、はいはい、見ていこうと思います、はい、瞳のお色を見させていただきたいので、はい、まっすぐお鏡見ていただいてちょっと覗き込みます、はい、まず目の色見てもらえる。はい、失礼します。いいな、恥ずかしい。あ、すごい茶色ですね。ちょっと渡辺さん、後でそれだけ僕もやってもらっていいですか。下心あるだろ、それ。ちょっとやってもらって、ちょっとやってもらって、すごい、すごいいいから。失礼します。まっすぐ見ろって言ってた。あの、そういうサービスじゃない。目を見ちゃダメだよ。ちょっと趣旨と違うんですよ。いいですね。すごくいい。目の色を見させていただくと、やっぱりあの皆さん見た通り、すごく茶色く、うん、はい、あのいらっしゃると思うので、すごい綺麗なお色ですね。では、これから実際に、カラードレートをお顔の下に当てていきます。うん、はい、はい、で。めくっていく順番が決まってまして、はい、1枚目がここの。S、ソフィスティケートです、うん、で2枚目がハーブです、うん、で3枚目がディライト、最後パーマネントというふうになります。どんどんこう最後に行くにつれて対角線で鮮やかなお色になってまいります。はい、対角線でやるのタイヤ交換と一緒だね。バランスがね。あ、そうだ、タイヤ交換でボルトのそうタイヤ交換にやっていく。へー、教習所で習いました。あの話だ。はい、これ1枚目、ブルーベースの明るい。ここから、ハーベスト、秋になります。秋になると少し血色が上がりました。確かに、はい、なんか秋色変わりましたね。すごいあの健康的なお肌の色になります。で、ディライトになると少しワントーン暗くなったら。そうですね、気ぐすみましたね。わかった。ございます。うん、気ぐすみ、はい。で、最後、P。これもうと、はいはい、暗くなっちゃうんですよね。確かに気が済んでる。ワントーン暗くなった印象です。はい、ってことは、はい、今一番良かったのは秋ですね。秋が綺麗でしたね。今のところ秋、はい、次赤です。これ1枚目、はいはい、S になります。ここから H になります。なるほど。うん、あ、すごくちょっと違う、血色良くなりますね。はい、全然違います。本当、はい、で、ディライト。あ、本当だ、黒くなる。2つ黒く、ね、はい、ちょっと色黒な感じの印象になります。色黒いのが好きですね。そうだ、はい、黒く見せたいですね。おお、全然違う。これは全然違う。これは全然違うね。ちょっと青ざめた印象ですね。黄色なんか聞いたことない。この黄色イメージないですね。ないですか。ないですね。ちょっと青白い印象があるかと思うんですけれども、ね、ここから H になります。あ、すごい、本当に。血色上がりますよね。とても健康的な、ね、はい、お色になります。うん、秋に引き寄せられてますね。秋すごいいいですね。なんか謎のテンション下がってきてますね。なんか今まで好みと違う服着てたなみたいな。モノトーン卒業の可能性が。カラーようちゃん自分でも見たことないから、ちょっと。グリーンです。あ、これ1枚目、うん、S のグループです。これ少し青白さがあるんですけれども、うん、ハーベストになるとすごく健康的なお肌の色になります。この緑いいですね。いいですね、似合いになります。で、ディライト、ちょっと暗くなりますね。はい。で、最後 P です。青ざめます。はい。ということで、はい、見ていきましたら、こちらのハーベスト秋カラーになりますね。とってもお似合いです。はい、素晴らしい、良かった。秋カラーきました。茶色っていうところは一番大得意なグループですので、ベーシックカラーは茶色にしていただくととっても、うん、はい、素敵だと思います。黒だったりグレーっていうところはハーベストのグループは入っていないので、うん、グレーめっちゃ着るよ俺。来ました。そうですよね、入ってないんで、ちょっと今日でグレー引退ですね。もう引退だわ。あなたに言われたこと。イントロクイズしてすごい早かった。深みのあるお色ですね。これ、締まりますね。これ野沢さんっぽい、おしゃれな色ですね。うん、はい、したことないからね。でも一番野沢さんっぽいですよ。素敵ですね。瞳の色がやっぱり茶色でいらっしゃるので、あのリンクしてとっても綺麗に見えると思います。目の色と合わせたことねえよ、服。なんかそういう選び方があるんだね。とっても素敵です。今日これだけじゃないですかね。はい、そうですね。こっからかっこよくなるんですよね。こっからあの骨格診断をさせていただきます。お体を私がこう触らせていただいて、その骨感だったり、腰の位置だったり、うん、っていったところを見させていただいて、当てはめていくような診断になります。なるほど、はい。
から背中まで一旦触らせていただきます、はい、失礼します、はいはい、あ、結構肩甲骨大きいですね。言われたいわ言われたいわ肩甲骨大きいって言われたら初めて言われたいわ。大きめに出てらっしゃるかと思います。ちょっと嬉しい。で、腰位置もここで止まるので、とっても腰位置高くていらっしゃる。え、止まらない人いるんですか？どちらかというとこのままスーッと行かれる方もいらっしゃるんですけど、野沢さんは腰位置とっても高くていらっしゃるかなと思います。足が長いと。大谷どうだろう、はい、俺もやってみよう。高いですね止めようとしてないでしょ通過させる気分前。カメラ回ってないから回ってんのよ。回ってます一応回ってる。どちらかというと骨感がある形かなと思います、うん、やはり筋肉のムキムキっとしたものよりかは骨感を感じるような質感でいらっしゃいます。はい。で、骨格っていうところなんですけれども、やや強めです。やはり骨感が大きく出てますので、うん、骨格はやや強めになります。オーバーサイズだったりとか少しラフなものっていうのはとっても素敵だと思います、うん、野沢さん今までどっちでした？僕は割とこうタイト、体がでかいから、うん、さらになんかダボダボした印象しかないので、はいはいはい、タイトにタイトにちょっとこう、まあ、タイトめの、はい、もうじゃあ全部繊維伸ばすしかないね力技だじゃあ実際に、はいはい、ハーベストのカラーでナチュラルタイプさんに おすすめのアイテムをご紹介させていただきたいと思います。ついに、はい、カラーやっと選べるわけですから、はい、15分の番組に収まってるのか これですかやっぱ違います違います。可愛いですね。オータムこういう感じですね。可愛いって言ってくれるからもう怒られるから可愛いですね。次乗るから見てくださいこちらですね、こちらが麻素材のダブルのジャケットになるんですけれども、かっこいいと思いますよ。かっこいいと思うけどやっぱこう自分に似合わないと思うし、もうこれ見るからにおしゃれじゃないですか。これは春服ですか？これは麻素材なので今時期ちょうど見ていただけます。なるほどなるほど、はい。でこういったジャケットシャツに本当にデニムを合わせていただくと、うん、あの普段のあのコーディネートにも取り入れやすいアイテムになりますので、こちらでぜひご試着してみていただければ。なるほど、うん、まだ これが似合うかどうかちょっと信じられない。そうですね、まだね、まだ真逆の服装ですからね、うん、じゃあちょっと着替えてきます。はい、じゃあこちらと、はい、終わりました。じゃあ出てきてもらいましょう。新野沢洋介さんです。お願いします新がついた。おーすごい、すごい素敵、かっこいい、いい感じ、はい、めっちゃ恥ずかしそう、恥ずかしそう。どうですか？かっこいいですね。かっこいい、かっこいい、いいですね。めちゃめちゃかっこいい、うん、クリント・イーストウッドみたいですごくかっこいい気持ち、やっぱ顔色いいですよ、うん、イエベってます。イエベってます。めちゃくちゃ顔色いいです。これはすごいですね。どうですかご自身着てみた感想として。自分の中で買ってきたのとはちょっと真逆の診断。あー、そうですか。そのカラー診断、ファッション診断をやってくれたおかげで、スッと入ってくるわけですね。なるほど、ありがとうございます。もうテレビこれで映えもねしますから、はい。だってこの格好のままあの伊勢丹の中のショップに混ざってても全然しゃべらない。店員さんもねおしゃれなの、うん、じゃあちょっと一日バイトさせてもらっていいですか？なんかお得なキャンペーンがあると聞いたんですけど。そうですね、このファッションタイプ診断をあの予約してくれた方、その時に野沢を見たと一緒に入れてくれたら、先着で10名様にこのプラネタスワンを差し上げます。サイン入り野沢と出来心2人のサインも特別に入れましたので、出来心入ってるならいらないわ、泣いちゃいますよ。先着10名様にプレゼントしたりしますので、はい、予約をしてファッションタイプ診断を行ってくださいと。いや2人も絶対これした方がいい。あ、そうですね、世界変わる、自分のこうこれからの世界観が変わってくる、うんうん、ちょっとぜひデブに似合うやつぜひお待ちしております。秋山さんがどの骨格なのかちょっと気になるからね。というわけで今回は新潟伊勢丹にお邪魔しました。はい、ありがとうございます。以上、あるあるアルビ野沢線バージョンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回も見てね。面白い
おしゃれ。